是枝裕彦のワンポイント健康レッスン。こんばんは、是枝裕彦です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。梅雨の季節もね、長々と続いて、ちょっと厳しい、体にとってはね、嫌なシーズンですけれども、梅雨時の痛み、結構梅雨時になると痛みが出る方が結構いらっしゃるんですね。以前もお話ししたんですけども、どうして痛くなるのかと。よく古傷が痛いとか、昔怪我したところがしくしく痛むとか、梅雨時の湿り気、ジメジメもあるんですけども、いわゆる気圧の関係もあるんですね。気圧っていうのはですね、体にかかる圧力で、体の痛みっていうのは年に2回、例えば12月の北風の急に吹く気圧が変わる時とか、あとはやっぱり梅雨時の雨のジメジメしてる体にかかる圧力が強い時とか、そういう時に痛みが出てくるんですね。これ目に見えない力が体に加わってですね、血流やリンパの流れの循環障害を起こして、過去に例えば怪我したところであったりとか、そういうところは毛細血管が少なくて、冠婚組織とかっていうのが多くてですね、巡りが悪いところが、特にそういう季節の関係で巡りが悪くなったりとか、あと例えば肩こりとかですね、腰痛持ってる方は常にそういうところは筋肉内に疲労物質の乳酸が溜まってたりして、循環の障害、弊害が起きてくるということもあるんですね。よくお年寄りの方なんか、膝が痛むから明日は雨だよなんて言ってね、分かる方もいらっしゃるんですけども、天気が悪くなる前っていうのは先に気圧が変わるんですね。そういうところで体にその痛いところ、腰痛であり膝とか肩とか、悪い人はセンサーを持ってると、そのセンサーで感じて痛みによってまた次痛くなるよっていうのが分かるっていうことなんですね。以前も東京ドームのお話ししたんですけども、皆さん東京ドーム行かれたことあると思うんですが、東京ドームってあれ屋根風船みたいに膨らまして、空気の圧力で膨らましてるんですね。だからドアは回転扉なんですよ。回転扉ってことは空気が抜けないようにしてるんですね。だからよく野球の後とかですね、そういう時に皆さんも回転ドアの扉の横のドアを開けた時にね、出ていただけるとブワーッと押されてね、外に出ちゃうような、ね、経験もあるかなと思うんですね。圧力が体にかかって循環障害を起こしているということがあるんですね。ですから今の時期はですね、巡りが悪いので足首を動かして、ふくらはぎのポンプ作用で血流の循環を促進したり、末梢から中枢、心臓に向かって血液リンパが戻ってますので、そういう循環を促進するようなマッサージをしましょうということをですね、一つワンポイントで頭に入れていただけたらよろしいかなと思います。そしてですね、今日はとても素晴らしいゲストに来ていただきました。日本ビーチバレー連盟会長、日本バレーボール協会強化事業副本部長の河合俊一さんにおいでいただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。もう河合さんはね、皆さんもう誰もが知ってる有名な方で、まあいろいろビーチバレーとかバレーとか、いろいろスポーツを通じていろいろ活動されたりとか、タレントでもお忙しいと思う。今日はありがとうございました。来ていただいて、いろいろこちらは健康の番組なんですけども、皆さんにやっぱりより良い情報をお伝えするということで、河合さんも普段こういうことがいいよとか、いろんなのがあれば、ぜひリスナーの方に教えていただければなというふうに思います。現在は今中心的にやってるのは、もちろんタレントでテレビもいっぱい出てますけど、バレーボール、ビーチバレーの強化ということで、いろいろどんな活動されてるんですか。両方ともオリンピック種目なんでね、普通に楽しくやっててもいいんですけども、やっぱり強化してオリンピックでいい成績を収めるとかね、あるいはオリンピック出場するまで、もう相当なみんな練習やらなきゃいけないんですけども、それをね、フォローする今立場ですね、言えば裏方のことをやってますけども、なかなかバレーボールもね、一時昔は金メダル取ったりとかね、黄金の時期もあったんですけど、なかなかやっぱりね、ルール改正がすごいですね。どんどんあれですかね、上手い人が昔勝てるルールだったんですけど、今は上手くても背が低いと勝てないルールにうまく変更されて、決めてる方が背のでかい国の人たちが決めてるんで、そうなりますけどね。それでもなんとか勝ちたいなと思って ね、頑張ってますけどね。今度のオリンピックはどうでしょうね、賞賛的な感じで。まだ3年ありますからね、これから今年はちょっと若手をね、鍛えて、その中から1人でも2人でもね、3年後のね、リオのオリンピックにつながればいいなと思ってますけども。そうですね。バレーボールとビーチバレーっていうのは、なんか人数の違いとか少なとかありますけど、なんか特に違いとかっていうのはこんなところ、練習方法でも一番いいのはね、よく選手、
バレーボールから選手になった人が言うんですけど、はい、バレーボールは試合中にあの監督がああでもないこうでもない特にあの高校バレーとかね見てると、何やってんだお前はとかねもう監督がすごいあの言うんですよベンチから、はい、ビーチバレーはあのテニスとかと一緒で、試合が始まったら監督は、うんまあ、まずベンチにはいられないし、はい、観客席から、頑張れと声かけてもいけないんですよ。あそうなんですか。じゃあラグビーみたいな感じですね。ですね、はい、あじゃあもう任せちゃうみたいな。そうです。ですからあの自由にやれる分、試合中に怒られながらやらないんで、ものすごくやりやすいって言ってます選手はね。あなるほど。その分ね作戦も自分たちで例えば作戦を考えていくんですけども、状況によっていろんな作戦、はいはい、変わってきますね。相手の作戦もね変わってきてそれに対応しなきゃいけない。そうするとアドバイザーがいないので自分たちで考えなきゃいけないから、やっぱ相当やっぱり頭のいい人じゃないとなかなかできないですね。やっぱり試合も考えてどういうふうな方、相手の読みとかね、いろんな動きとかも、はい、それに対応してやったりとかね。そうなんです。それをアドバイスしてくれる人がいないので自分たちで考えてやらなきゃいけないから、難しいスポーツは、まあ、ビーチバレーの方が難しいかもしれませんね。試合の前に例えば相手の選手によってはこんな風にしたらいいよみたいなアドバイスはいろいろされて、はい、いろいろしてやるんですけども試合はどんどん変わっていきますからね。ああなるほど。あもう今なんか一言言いたいんだけどなーなんていう時はよくありますけどね。なるほどなるほど、はい、じゃあもうその流れに沿って自分たちでの、はいまあ、考えようっていうかね、はい、イメージって、まあ、それはやっぱり経験があればないとやっぱりダメですね、はい、だからやっぱりビーチバレーなんかはね、あの若い選手よりも30過ぎた選手の方が強かったりしますね。世界的に。あなるほどね。経験。やっぱりその辺の経験ですね。やっぱり砂の上っていうと、ジャンプする時のその力のかけ具合っていうのは、上と全然。全然違いますね。砂だとなかなかジャンプもできないよ。バレーボールの全日本選手でもビーチバレー来たら、まあ、ほとんどジャンプできないですし、まず動けないでしょうね。ああそうですね。なかなか動けないですね。砂の上ってことはこう踏ん張り効かないですもんね。はい、ずるっと潜ったりとかしてますね。あれ砂になれるまでね、大体ね、3年ぐらいかかりますね。ああ。まともにジャンプできるようになるまで。それで、ちょっとプレーもいろいろ風が吹くんで。ああ、そうですよね。外ですもんね。これになれるのまでが、やっぱね、4、5年かかりますね。前、あれですよ、女子のバレーの佐伯選手なんかも、はい、やっぱりバレーがいて、ちょっと、慣れるまで時間かかったってことね、他でそうなんですおっしゃってましたよね。そうなんですよね。だから慣れるまでに時間かかるんで、もう初めからビーチバレーを例えば ね小学校とか中学校からビーチバレーやってくれる選手が出てきたら嬉しいんですよね。今やったらそんな小中学校からビーチバレーやってる人なんかいないんで、もう環境がないですよね。環境がねあんまりないんですよね。の上っていうね、なかなかあの限定されてるんでね、神奈川県のどこかとかね、いろいろ限定。だからちっちゃい時からやれば。まあ二十歳過ぎぐらいになったら日本チャンピオンですよ。ああ、そうですね。はい、若い時からやってる人みたいいないので、ね、まあ今後はそういうふうに、まあサッカーじゃないですけど若い人たちから育ててって、はい、まあオリンピックとかいろいろつなげるためには下の層を広げなきゃいけないですね。そうですね。今までは上の選手ばっかりだったんですけど、これからはあの若い人たちを育てていかないと強化にはつながっていかないので、そうですね。頑張って。なるべく小学校中学生ぐらいからやるように。そうですね。サッカーもなんかその底辺のところをね、しっかりとされてるから、はい、結構ね、はい、上の方に。そうなんです。やっぱりサッカーなんかもう たくさんやる人が多くなったんで、上手い人もどんどん出てきますからね、うん、やっぱりそうすると強くなりますしね。やっぱあの日本人と外国人の体格差っていうんですか、はい、そういうのは昔はあったと思うんですけど、はい、最近はもちろん日本人もだいぶ背高くなってきましたけど、いやでもどうですかね。背が高くでも外国人は背が高くても結構動けたりするんですよ、うん、筋肉のつき方がつき方違うんですよ。例えば、まあ、ブラックの黒人の方とかね、はい、やっぱりあのブラジルの方なんかお尻の筋肉とかね、全然違うんですよ。ももの筋肉のあの瞬発力とかね、はい、ブラジル人にはスポーツで勝てる種目はないんじゃないかと思うぐらい、あの筋肉の本当にいい体してますよね。発達具合がすごいですよね。骨格もやっぱ違うんでしょうけど、うん、筋肉の質も違うような感じしますよね、うん。筋肉のやっぱり一つ一つの繊維がスライドが大きいみたいですね。あの筋肉っていうのはあのミオシンとアクチンっていって、はい、オーモン筋って赤と白が収縮して抜けたりとかするんですけど、はい、このスライドする時に乳酸とか疲労物質が溜まったりすると動き悪いんですけど、はい、そこのやっぱりなんていうか吸収力っていうんですか、はい、栄養状態を供給してまたそれを取り除く能力っていうか、はい、ヘモグロビンの量もそうなんですけど、はい、だいぶ違うみたいですよね。じゃあ元からちょっと違うんですね、うん、だから筋肉をその瞬発的に出る力とか柔らかくするとか、はい、ゴムでも硬いゴムだとひび割れしちゃうじゃないですか、はい、で柔らかいゴムだと伸び縮みするし、はい、一流の選手はもうなんていうんですか、あの筋肉を筋骨隆々じゃなくて、はい、ポチャッとしたような感じで瞬発で、はい、柔らかいですね、一番いいって言いますよね、はい、
だからそういう意味ではその一個一個の筋肉の繊維が太くて、そんでなおかつスライド量が大きいっていうのが調べられて出てるんですね。だからやっぱりそういうのに勝つためにはテクニカルな部分とか、はい、組織的なとかいろいろなそういうところがあるんですか、ね。まあ、一番いいのはブラジル人の人に帰化してもらうのが一番手っ取り早いんですけどね。まあ、なかなかそういうわけね。最近はあれですか、なんか他の国になんかいろんなことベトナムにあの日本の企業が今どんどん進出してるんで、はい、あの向こうにあのバーベトって会社があって、そこの日本の方の会社手伝ってるんですよ、でそれでベトナムでいろんな仕事したいっていう企業があったら、あの向こうにあの問い合わせして、例えば土地見っけてくれとか、あとは工場見っけてくれとか、そういうの問い合わせして、まあ、そうやって、まあ、紹介するような仕事ですよね。あ、そうなんですか。もともとなんかスポーツもやってましたけど、ね、まあ、そういう仕事も好きだったし、なんかやっぱ世界中、まあ、あ、いろんなところを、開拓じゃないですけど、紹介したりとか、まあ、日本だけってあんま思わないですよね。もう世界中、ね、世界中、まあ、ちっちゃい時から世界中行ってましたから、そうですね、あんまり世界が外って感じしないんですよね。あ、だったら日本のいいところをベトナムに紹介すればいいやっていう感じで、今そんなことで2つ3つぐらい今動いてやってます。ああ、そうですか、はい、やっぱり今ベトナムとかミャンマーとかね、はい、いろいろやっぱり全然これから伸びるところとか ね、 そうなんですね。特にインドネシアとかインドなんかにその人口とか、はい、まだそのいろんな、まあ、発達してない部分があるところで、はい、そういうところにちょっと入るだけで非常に爆発的にね、はい、まだチャンスっていうのは非常に日本みたいに熟成されてないんでね。そうなんですね。そういうところはやっぱりこれから、ね、まだまだいろいろね、はい、得るところはあると思います ね、 思いますね。いや、ぜひじゃあいろんなところでまた活躍されてね、はい、あのぜひ頑張っていただければなと思います、はい、いろいろお話はいっぱい伺いたいんですけど、はい、そろそろお時間になりましたので、またお時間ありましたら次回来ていただいてもよろしいですか。はい、わかりました。ぜひよろしくお願いします。今日は、日本ビーチバレー連盟会長、日本バレーボール協会強化事業副本部長の河合俊一さんにおいでいただきました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お相手は是枝裕彦でした。